使命、与えられた重大な務め、責任を持って果たさなければならない任務。2019年発売の新型 Mac Pro、 そのデザインからチーズ削り機、おろし金などと呼ばれている。12月22日、私はその Mac Pro をほぼ日本最速で手に入れた。開封動画を撮影し、 YouTube にもほぼ最速で投稿した。そして Mac Pro は今開封されて私の目の前にある。これからハードディスクを取り付けようとしているところで、まだ電源もつける前の段階だ。俺がやるべきなんじゃないか。まさか自分がそんな動画を撮影しようとするなんて思ってもみなかった。もちろん新品の Mac Pro で大根なんておろしたくはない。そんなことをすれば、せっかくの美しいアルミ削り出しボディに無数の大根カスがこびりついてしまうではないか。さらにそのせいで排気口から出てくる風が大根の匂いになってしまったらどうするんだ。その匂いを嗅いだお隣さんが、ジャニー、今晩は焼き魚かなとか勘違いしてしまったらまずいことになるではないか。いいえ、それでも私はやらなくてはならない。なぜならそれが私の使命だからだ。瀬戸康史の動画。どうも皆さん、ご無沙汰しております。瀬戸プーンテへようこそ。料理長の丸山です。苦手な食べ物はマシュマロです。よろしくお願いいたします。ということで本日の献立はこちら、サバの塩焼き。ですね、ご家庭でも簡単に作っていただける献立となっております。まず材料はこちら、セブンイレブンでどこにでも売ってますサバの塩焼きでございます。これだけなんですけれども、今回はですね、ちょっとだけアクセントを加えるということでですね、こちら非常に大きいですね。こちらなんですけれども、2019年12月発売の最新式おろし金でございます。ご覧ください、非常に美しいでございますね。目はですね、若干粗くなっているんですけれども、聞くところによりますと非常に性能が良いそうです。ちなみにお値段は187万5800円となっております。万が一ですね、このようなおろし金をご家庭で用意することが難しいという場合でしたら、このような普通のおろし金でも全く問題ありません。ということで早速作っていきましょう。こちらはですね、スタンドはちょっとスタンドはスタンドで大事なんで、ここに置こうかな。何があるか分かりませんので、この辺に置いておきますね、スタンドね。通常ですね、おろし金っていうのは、全体が金属になっているわけでございますけれども、ちょっとこれ中を見るとですね、お分かりいただけますでしょうかね。いろいろついてます。外から見るとですね、ただの丸の集まりのように見えるんですけれども、内側には実はですね、細かい網の目がですね、張り巡らされております。おそらく掃除をものすごく大変だと思います。シルバーの部分とブラックの部分があります。そしてそのブラックの部分はですね、ちょっと素材が違う感じがします。あとこの縁のところにはゴムパッケンのような柔らかいものがついていたりしてですね、あとこのここの丸いところとかは電源とかが触れる、電源なんてありませんけど、ちょっと言い間違ってしまいましたが、何かこう大事そうなものがいろいろ細かいものがありますので、そこで絶対に触れさせたくありませんので、187万5800円ですから、私だって別にそんなに稼いでいるわけではございませんから、こちらですね、日本初めて誰もやったことがないと思います。チーズ削り機はですね、海外の動画で見つけることができました。ただですね、おろし金やってる方誰もいませんよね。皆さんですね、おろし金言うけど、誰がおろしてるんだよ。 YouTube 探してもないじゃないか。取り乱しました。そうですよね。ということでいきます。さすがに汁が飛び散りますので、ちょっとこう黒めのビニールを用意しました。はい、こんな感じですね。いいですかね。それでは剥きます。これですね、100円均一の皮むき器なんで、ちょっと剥きづらいですね。皮最悪入ってしまっても、大根の皮も美味しいですから、皮も楽しんでいくぐらいのつもりでいきましょう。
それでちょっとこれは捨ててきます。瀬戸浩二の動画。はい、ということで準備は整いました。本当にいきますよ。まだ誰も挑戦したことがないこちらの巨大おろし枯れでの大根おろし、参ります。いきますよ。えっ、あ、いける。粗削りだけどいけてる。あ、いけるんだ。中にめっちゃ詰まってる。ちょっと体勢変えて、こう力いるな。これこうホールドそのためのハンドルだ。これここ掴んでくださいってことなんだ。ここ掴んでこうですね。ものすごく詰まっています。ふっ、いけるんだ。ご覧ください、ちゃんと擦れてます。ここで手を抜いたら男は去る。ふっ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 、いけるっていうか、なんか粗くて美味しそうなんだけど、粗くて美味しそうなんだけど、ちょっと目が詰まりましたね。ちょっと目から取り出しましょうか。気絶構想がありますので、このお箸でね優しくちょっと取り出してみたいと思います。細かい網の目がありまして、そこの網の目にですね全部引っかかっていく形になりますので、この内側の方には入っていかないですね。いいこと考えました。エアバスター、ここがやめておきましょう。部屋出したらダメか。あー、マクプラじゃない、おろし金の内側が大根おろしだらけに。え、ちょっと待って、おろし金の内側が大根おろしだらけに、それって普通のことじゃねえか。楽をしようとしてはいけません。急がば回れ。こちらの作業非常に手間がかかるんですけれども、この一手間一手間がお料理を美味しくしていきますので。はい、結構粗めの大根になっておりまして、もしかしたらですよ、本当の意味でこのおろし金でしかすることができない大根おろしかもしれないなっていう気がしてきます。ちょっとこのままで私食べてみていいですか。もしかしたら美味しいのではないかと。見てください、この感じですよ、この感じ、すっごい。ちょっと食べてみますね。いきますよ、いただきます。パクリ。あ、聞こえます？残ってるんです、食感が。ちょっといい感じで辛くて美味しいですよ、これ。あー、美味しいよ。みずみずしいシャリシャリとした音を立てながら少しずつ削れていくという感じですね。はい、こんな感じでご覧ください。普通に大根おろしの後の感じになってます。こちらのおろし金でやった場合と比べてみましょうか。はい、ご覧ください。こちらがですね普通のおろし金でおろした大根おろしです。それに比べてこちらがですね、高級おろし器でおろしたおろし金です。全く見た目、食感、違います。ちなみにこっちも食べてみようかな。普通のおろし金、食感、あ、一応ありますね、ちゃんとあります。シャリシャリはしてるけど、こっちは細かく切ったたくあんを大量に口に含んでるみたいな、そういう感じですね。これは意外な発見でした。瀬戸浩二の動画。サバの調理に取り掛かる前に少し掃除をしてしまいます。結構ですね、ゴロッとした大根がですね、細かい網とこのおろし金の間にですね入ってしまってですね、例えばこれですね、これとかなかなか出てこないの
なんかいい感じで中入っちゃって、あ、出てきた。こういう感じで取れてくる。もしご家庭でやる場合はですね、竹串を必ず用意しておいてください。まずい、大根が、大根が乾いてきた。大根が乾いてきました。大根はですね、乾くとですね、カピカピになりますので、カピカピになってしまいますので、できる限り、お掃除は早めに行った方がいいと思います。ならないぐらいうまい。なんだろう、達成感もあんのかな。なんかこれでね、私こいつと本当にうまくやっていけそうな気がする。まだ電源入れてないけどね。こうして僕の Mac Pro は正真正銘僕の Mac Pro になった。大根のカスはたくさんついたけど、これこそが僕のマシンの証だ。